座布団投げるとはさ。ご飯食べた？まだ。めちゃめちゃ嬉しい。めっちゃうまそう。ステーキじゃん。一部どうでした？なんかねすごいあっという間に終わっちゃった。はい、今リハの休憩中でございます。これがマネージャーが買ってきてくれたパンたちなんですけど、トマナさん、これさっき言ってましたけど、この無縁石って無縁石って書いてあるんですけど、無縁石って俺何も分かんないです。私もちょっと無知なもので多分でもここに表紙にバーンって書くってことはさ、結構メジャーな言葉なのかもね。なんかこれを書くことで、あ、この商品を手に取ろうみたいにそうだよ、ね、なるっていうことじゃないですか。でも全く分からなくて、でもさ裏見たらさ、うん、無縁石ソーセージって書いてあるんだよね。無縁石フォークス、無縁石え、どういうこと。でもさ、ソーセージにさ、うん、塩が入ってないわけないじゃん。そうだね。石って何でしょうか。石調べよっか。調べるわ後で。今調べるね。お願いします。無縁石、塩などの調味料に原料に漬け込む過程で、うん、亜硝酸ナトリウムなどの発色剤を使用しないと。あ、そうなんだ。なんか綺麗なピンク色とかにしないためのやつってことか。へえ。発色剤使ってませんってことみたい。勉強になりましたね皆さん。添加物が一個少ないよみたいな。なるほどなるほど。わ、名前がわかんないからな。カメラとか出ないの？なんだろう、カメラ出る。カメラ以外にある。キャットキャットカメラ TAPO だった。タポタポ絶対わかんない。タポ検索もできないんじゃん。ダメじゃん。もうなんかずっと使ってないパクリってなんかあれ、まあ、わかりますよ。どこに置いといたかわからない現象ありますよ。でも今もずっとそのシステムは生きてるんですか。生きてるはず。じゃあ今見たら見れる？チョコちゃんが見れる、もしかして。いいの、佐藤さんちの家の。佐藤さんちの映していいんですか？映していいの。まだ、あ、汚いけど。どこに見れるんだ。寝てる？だってこの向こう側にいたら多分。あ、それ何？手元で回せるんだ、カメラの位置を。こうやって、ね。はいはいはい。上下左右。のことできるんだね。いなーい。あ、声もいけんの？ちょこ。ヤマハの。ちょこ。伝わんなかったか。声がダビダビでダビダビですけど、いやもう朝早かったんで。まあね、僕を見つけてはまだ大丈夫なんですけど、うん、他のコラボをさせていただく曲たちがですね、うん、本当に大変難しいというか、自分で作った曲なんですけど、
あの花の曲と違って普段ライブで演奏してるわけでもないし、うん、ましてや生ピアノで演奏することなんてないので、難しいし非常に緊張しております。やるしかないですね。結論やるしかないということです。かない、はい、頑張りましょう。次はこの方と一緒に、楽曲をお届けしたいと思います。花の佐藤純一さんです。はい、佐藤さんに楽曲提供していただいた曲がありまして、そちらをですね、実際に佐藤さんにピアノを弾いていただきながらお送りしていきたいと思います。センチメンタルス、私の願いが今少しだけ光った気がしたよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。佐藤さん、いっぱい佐藤フェスって書いてたよ、誰か。いっぱい弾いてたからね。確かに確かに、そうそうそう、和みキャラになってます。そう、和みキャラ、意外と和み系いけるんだなと、ね、はい、ありがとうございます。でもあのみんなこう緊張してね、あの、うん、アーティストもそうだし、聴いてる人も緊張してたかもしれないけど、佐藤さんもちょっと和んだね。緊張感が今日おじさんが紛れ込んでるなんて。いやでも青空のラプソディやっぱいい曲だなって改めてね思いましたね。クラシックアレンジで楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。座布団を投げるとはさ、ここ控え室です、アニエラの。いいですね。あ、いいですね。あら、あら、すごいこれ、ね、すごいね、ありがとうございます。ちゃんとこう曲のことにも触れてもらって、本当だね、ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。すごいね、ほんとね、コスプレしてるね。すごい。なんかもうめちゃめちゃ楽な質になってる。和室だもん。そうね、和室ですね。寝っ転がれる楽屋は最高ですね。そうだよね。あとはね、晴れが多分トワンさんの晴れ女パワーでまた維持されるでしょう。そうそう、はい、完全に佐藤さん休息モード入って、なんか京都っぽいもの増えました。何にもできなかった。そんな時間なかった。真ん中に入ってしようかな。とりあえずこちらに。お、マジで？あ、やったぜ。美味しそう。コアクトって何？へえ。シャリッとしてる。シャリッとしてるの？落眼みたいな違う。あ、なんかすごい。え、流行ってるの？わ、待って、すげえ綺麗だね、初めて食べてた。めっちゃ綺麗。すげえさ、このさ、すごい透き通ってない、なんか。綺麗。いただきます。はい。めっちゃおしゃれ。うん。あ。あれ？あ。くにゃくにゃ？いや、表面はシャリッとしてるけど、中が何？中が中が中が何？なんかね。うん、何あのうめえスライム。最低な例えですよね。あ、うめえ。あ、うめえ。うん、ほんとあのコウギ砂糖に近い、なんか味が美味しい。
いいね、なんか夏っぽいね、すごい。美味しいです。ありがとうございます。しかもこれね、柚子入ってる。あ、どういたしまして。美味しいです。なんかでも楽しいね。楽しい。やばい。踊るとわなさん。やばいって。いいですね。長野のアニエラ。アンジェラとして。はい。いい。いい。大鳥ですよ。なんだろう。皆さん今日はありがとうございました。最後まで残ってくれてみんな本当にありがとうございました。このさ、お部屋の真ん中にね、ミラーボールがあるんだよ。本当だ。そう。でね、私のね、位置がね、その真下なの。なるほどね。そう、だから、落ちてきたらどうしよう。それはないだろう。そんなことはないだろう。あれじゃん、金だらいじゃん、金だらい。あれ、光るのかな。そんなことはないだろう。ことできるのかな。あ、ライキついたります。嘘。おあ、あ、ちょっと、ちょっとついた。これ、これで周りの光落としたら、多分光ってる。ちょっとやってみて。ちょっと落とします。うんうん、おお、おお、できてる、できてる。できてる。もうちょっと光量が上がらないと。ちょっとスナックか。そうね、そうっすね。そうっすね。満足しました。満足よかったよかった。大丈夫でしょそれは。肩がやばいけど、俺もだって、もも痛い。腕で綺麗な大きい円を描くように意識して。覚えてるね。昔何もしんどくなかったら今しんどい。それはそう。だからラジオ体操って本気でやるとマジ疲れる。足を開いて腕の運動です。しんどい。普通に前後に上げる運動です。あ、違う、これだ、こっちだ、これだ、覚えてるもんだな。いやー、どうよく聞きながら、この頃、夏休みの公園で踊らせたの。あ、そうね。そう、で、スタンプ制でさ、スタンプ制で、スタンプ制で、ご飯食べた、ね、まだ食べようかな、なんか食べるのは今しかない。冷静になれば、スライド入ってくれたらなんかどれ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 、わっ、あ、すごっ、すごいね。え、めちゃめちゃ嬉しい。え、めっちゃうまそう。え、ステーキじゃん。ステーキ上がる。美味しそう。すごい。盛り付けが綺麗。めちゃくちゃうまそうだね。私もお肉と揚げ物しかない。あんまね、控えめにしてる。そう、でも全部食べれないかも。なんかどれもすごい、こんなに。ね、これすごいよね。よかった。いや、やっぱ美味しいご飯があると消えよかった感すごいね。本当。はい、いきます。なになに、新しい、よろしくお願いします。じゃあ SE 出しますね。いきます。いきましょう。はい、じゃあいきましょう。お願いします。
どうですか、美味しいですか。無心で食べてました。無心で一部どうでした。なんかね、すごいあっという間に終わっちゃいました。なんか俺もそうね、感覚的にすごい短かった。みんなの顔がよく見えて、そうですね、それがすごい嬉しい。なんか明るかったっすよね。大阪よりもなんか照明が明るくて、うん、みんなの顔よく見えたって感じ。そうだし、なんか空間も広くて、うんうん、そうっすね。衣装もお似合いで、素晴らしい。チャイナとは、あの特に MC では一切触れなかったけどね。確かにね。なんか、あ、それは横浜だからチャイナなんですねみたいなくらいやってもよかったです。確かにね。あ、それ任務でやるか。でも、あのちょっと時間はキュッとしなきゃいけない。そうそう、まあ、あの初の横浜ということでね、うん、横浜自体初なんじゃないかな、ワンマンは。まあ、なんか楽しくも熱いライブにしましょう。はい、はい、頑張るぞ。おい、メガネメガネ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れでした。あ、やりましょうか。乾杯する？ヒルボードライブツアー、オータム2022。これにて。これにて、フィンということで。はい、フィンドット。フィンドットということで、非常にいいライブができました。はい。あとみんな、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。